ちょっさあ、クレマックスシリーズ開幕しまして、総チェックのお時間でございます。まあね、初戦終わりましたけどもですね、えー、それをチェックしていきたいと思います。えー、まずはですね、パリーからソートバンク対戦、結果ね、5対3でソートバンクの勝利っていうところになりましたけども、千賀とね、高橋コーナーの投げ合いっていうところでね、えー、もっと、 均衡したね、ロースコアの展開になるのかなと思いましたけどね。まあ結果は5対3でソートバンクがね、勝利っていうね、えー、ところになりましたけども、まあここのね、まあ一つの大きなね、試合の流れで、まあこう,こういう短期決戦ね、ミス、そして一発っていうところがね、 この試合の流れに大きく作用されるっていうところで考えるとね、まあちょっと典型的な試合展開になったかなっていうね。えー、中で、やっぱりね、この西部のね、えー、序盤の立ち上がり、えー、非常にね、えー、線が千賀、そして高橋コーナーともね、いい立ち上がりになって、高橋コーナーに至ってはね、このまあ1番、三森セカンドゴロ、2番、牧原、3番、柳田ね、三振、全部変化球っていう、このスーパー偏った配球、 で、2イニング目にとったら、8割9割方ストレート投げてっていうね、これ思い切ったね、配球のこの組み合わせっていうところは、まあ、キャッチャーの森のアイディアっていうところもあるでしょうけども、いいね、立ち上がり。ちょっと、こう、気を出会ったね、大げさな。 をね、この振り方をした。で、しかもそこも結果に繋がったっていうところでね、いい形の、えー、配球に、えー、なってスタートしたかなっていうところでね、やっぱりまあ一番の問題点になってくるのはね、この3回表、セーブの攻撃で、まあ先頭ね、ウネンティンフォアボールになった時に、アイトがね、ここバンドで遅、えー、れず、で、そこで結果ね、えー、ヒッティングに変えて、3、えー、球三振と。その後ね、鈴木翔平のセンター、ね、左中間への飛球をレフトフライ、えー、取ってですね、で、ウネンティンがまさかのセカンドベースも回ってね、オーバーラン、 ファースト帰ってこれずダブルプレイっていうね、バーッと、アイトバッとそしてウネンティのそれバーッとっていうね、いうところでね、まあ、このね、流れを切るミスっていうのは非常に大きかったかなっていうね、この鈴木翔平のね、レフトフライに至っても、ウネンティはね、セカンドベースの手前かぐらいで待っとかなきゃいけない。で、万が一抜けたとしてホームに帰れなくても、これはね、仕方ない。このダブルプレイね、一番最悪の状況になってね、えー、3回裏、えー、ワンアウトからシュートをね、ツーベース。だからね、 この試合も、ソートマンクね、CS のね、前の日に、この展望で言いましたけども、やっぱりこのね、公式戦、シュート、そして牧原っていうところがね、やっぱり対西武打線においてかなりのいいね、数字を残してるっていうところで今日もね、2番に入った牧原原は4打数2安打。でね、8番に入ったシュートも3打数2安打1打点とね、こううまく噛み合ったっていうね、しかもこの上位打線。 海からの流れを上位に持っていく。上位で作ったやつをクリーンナップに持っていくっていう形でね、非常に、あの、打線の形としてはソフトバンクはね、良かったからと。でシュート、8番シュート、2ベース。で、海フォアボール。このフォアボールがね、痛かった。 高橋コーナーは、ここでね、やっぱアウト取っとかなきゃいけないところね、このフォアボール、これをまず起点になったね。で、ワンアウト一三塁からね、えー、メモリがセンタータイムリーツーベースで1点取って、で、ワンアウト二三塁、巻原三振取るけども、このツーアウト二三塁から柳田にね、三球勝負っていうところで、縦面がね、若干、若干よ、そんな甘く入ってない。若干甘く入ったところをね、見逃すことなく、えスリーランホームラン、グッと、ナイスワッティ。ここもね、キャッチャーの森はもっとインコースのね、厳しいところ構えてたから、 やっぱそこにね、まあよく出したかな。あんま、しかもそのね、一打つを変化球ね、多動してさ、ね、三振取ってるっていうところでちょっとね、よく書いたかなと。あれしっかりね。 ストライクからボールになる変化球ね、丁寧に投げとけば状況変わったかなっていうね。結果的にやっぱこのね、一本のホームランが、結局最後痛かったかなっていうね。で、まあ序盤4対0になってですね。セ、えー、西ブとしての反撃が5回表ね、1、えー、アウトからクリアもね、ツーベース。で、その先レフト前ヒット。で、ワンアウト、えー、一1、3塁になってから、ウネンティンのね、ファーストゴロ、ダブルプレー取りに行ったところ中村晃からね、セカンドへ悪送球、えー、して、 で、一点入って、なおもね、ワンアウト一三塁から、まあ、ここでね、アイトがセンターへの犠牲フライ。これ二点目取るんだけども、悪くないよ。いいんだけども、ソフトバンクとしては、このね、中村明のミスで、ピンチが拡大した中で、このね、ワンアウト一三塁からアイトの犠牲フライで、抑えたっていうところがね、大きかった。 これでセーブとしてはパンパーンとね、レーン打出て,てヒットでつ繋げてね、一気に3点ぐらいね、行きたかったところで、悪くないんだよ。悪くないけども、4点あるっていうことを考えたら、ね、ソートバンクバッテリーはこれね、アイトの犠牲フライで抑えたっていうところがね、 非常にもう一つのね、キーポイントだったかなと。で、6回表ね、森がソロホームラン打ってね、なるけども4対3、これ同点に追いつけたいんだよ。で、これちょっと流れ悪いなっていうところで、6回裏でね、先頭柳田フォアボール、デスバリー中村晃アウトになるけども、今宮ヒット、で、柳町デッドボール。まあ柳町がね、西武に対してね、言ったけどもヒット出たけど出率がいいっていうところでね、今日も1フォアボール、1デッドボールとね、西式球選んでるっていうところはいいね。 で、ツーアウト満塁からシュートがね、タイムリーヒットっていうところで、この一点がね、非常に大きく効いて、ね、もうあとは千賀が8回投げて9回ね、燃のがれできて、もう万着の試合展開っていうところでね、考えると、あとはね、打線においては山川がね、 フォアボール二つっていうね、敬遠ぶくびっていうところでね、やっぱこの5番栗山のね、バッティングっていうところがね、あるし、まあ今日で言うとやっぱりね、まあ1番金子ヒット1本打ったけども、この金子源太がね、機能しなくて、やっぱり森、そして山川にね、こうチャンスメイクできないっていうところが痛かったし、やっぱ森の明日ね、明日もそうだけども、山川の後ろ誰が打つかっていうところはね、大きくね、 あの、勝利に関わってくる。だから、この日もね、明日どうなるか分かんないけど、1、2番ね、誰を組むのか、森山川の前にチャンスメイクできて、山川を敬遠できない状況にできるかどうかっていうところが勝負だし、まあ、ソフトバンクとしてはね、同じ流れで行くことがいいと思うし、明日東山っていうところでね、西武打線にとっては、 かなり脅威ね、今年の人のはもやられてますしね、脅威の展開になるんじゃないのかなっていうね。だからまあ、この山川をね、しっかり歩かせたっていうね、ベンチワークもね、ソースバンクとしては非常に良かった。これはもう無理にね、勝負しに行くこともないしね、こう優勝を逃したね、あの、 セーブでのね、ホームランっていうところもね、やっぱそれ短い記憶にもあるっていうところでね、まあ、ここはしっかりね、あの、歩かせてチーム戦略を立てたっていうのは、ベンチワークトークしても素晴らしかったし、逆にセーブとしては明日はね、そういう展開にならないようにランナーを詰めて、3番4番にチャイク、チャンスメイクできるかどうかっていうところがね、 まあ、勝負になってくるかなとね。明日ピッチャー今井っていうところだから、やっぱこのフォアボールがね、この試合もやっぱり回のフォアボールっていうところがね、痛かったし、今井もやっぱりパラメーターはね、フォアボール出すか出さないかっていうところだからね、ストライク先行で勝負できるかっていうところはポイントだし、東山はね、シーズン同様に体勢部に対していいピッチングができるかどうか、同様っていうところでね、まあ、どうなるのかっていうね、まああの、ソードバンクの戦い方としては、事前の展望で出したような展開になってきたし、 まあ、西武としては、やっぱこうね、続けなかったっていうね、ミスをもう一つヒットでね、つなげれなかったっていうところは言いたかったし、同点にね、できなかったっていうところもね、まあ、こういう試合展開になったかなっていうね、いうところで、まあ、5対3でね、ソフトバンクが先勝。 まあ明日ね、どうなるでしょうか。ついて、セリーグのクライマックスシーズン初戦ということでね、DNA 対阪神ね、結果は2対0で阪神の勝利っていうね、3位チームの愛心が勝ったっていうね、この試合まあ注目ポイントとしてはやっぱ DNA ね、宮崎そして外をね、えー、スターティングラインナップから外して、サードに藤田、レフトに佐野、まあ途中からだけどね、神里っていうね、えー、ところを出して対青柳対策で行ったんだけども、これが不発っていうね、こうね、 動いたっていうところでね、うまくはまらなかったそれはまあ批判の対象になるんだけども、こう、俺の意見ね、やっぱクライマックスシリーズ、下位のチームっていうのはいろんなことしながら動いて持っていかなきゃいけないけど、やっぱね、2げでも上位のチームっていうのは、しかも今年ね、 この DNA はね、ハンズに対して16勝9敗っていう大きく勝ち越してる中で、そこまで動かないでシーズン同様のラインナップで勝負してもよかったんじゃないのか。まあ結果あるんだけどね。いうところは、えー、感じましたね。まあその中でね、やっぱ DNA はランナー出すけども、連打っていうところがないんだね。初回もね、神里がライト前ヒット打つけども、その後ね、佐野がダブルプレイになったりとか、2回もね、先頭、きがね、内野安打出るけども、えー、楠本藤田、森がね、つ、あ、なげれなかったり。だからこの2回も、 くすもとバントでもよかったかもわかんない。バントの構えしたけど、するのかしないのかみたいなね。中途半端なとこになったしね。4回もワンアウトからね、差を出るけども、まきくすもとがアウトっていうね。 で、5回も先頭藤田が出るけども、森もここね、バンドするのかどうかできない、みたいな。んで、今度8番ミネイがバンド。で、5回裏の時点でもう飛ばしら代打に使って1点取れずっていうね、若干攻撃もちぐ、はぐさ出たかなっていうね、DNA は。で、6回もね、1アウトから上坂とフォアボールで出るけども、後続続かず。で、7回も2アウトから外2ーベース出るけども、ミネイがアウト。で、8回もワンアウトからね、フォアラのピッチャーゴール岩崎が、岩崎、悪送球ファースト、バンあれは、もうそれだと下から投げよね。 その後、オースティンにね、代打フォアボールで、ワンアウト一塁から、サノマキっていうところがね、点取れずっていうところでね、まぁ、レンタ出なかったらね、やっぱこれは痛いかなっていうね。まあ阪神の中ではね、5回にね、ワンアウトから青柳のライトマイト、だからこれだね、やっぱこれピッ。 チャーにヒットを誰だらっていうね。これが痛かったね、結局。で、その後、中野がセンター前ヒット。で、ワンアウト一二から糸原に対してね、マルテ、代々出て、やっぱり力入ったね、今永も、やっぱりね、先制点取られるわけにいかないっていうね。で、フォアボール。で、3番近本がね、センターへの2点タイムリーヒット。だここでね、ワンアウト一三塁から大山の時近本が盗塁して、まあ、このね、あと敬遠策になって、ワンアウト満塁から浜口里出るでね、もう1点取ったらね、楽な展開。 でこの試合の中でいうとねあの1番中野が5打数4安打3番近本が4打数3安打なのに2点しか取れてないっていうところがね、まあ、勝ったからいいけどねちょっとねまあねそう事前に言った、まあ、大山がね対、えー、d n a 1割8分8人とね あの打ててないっていっうところでねでこの日ね、原口岡っていうところをね、使ってきたけどね、ちょっと不発だったかなっていうね、ところで、まあそこら辺のね、データ通りっていうところもあるし、データ通りじゃないっていうところもあるけどね、まあこれは短期決戦どうなるか分かんないっていうね。でもやっぱりね、この事前展望で言ったようにね、中野、そして近本、えー、江越。 そして、島田っていうところで四、ね、4通り。やっぱこのね、足を絡めていくっていうところはね、まあ、得点にね、つながらなかったけども、かなりいい作戦だったんで、これはね、引き続き、続けていくっていうところがね、えー、大事だし、7回ね、青柳に変わって、ね、岩沢が出て、楠本アウト。で、その後、代打宮崎出てきたらね、もう、ピッチャー浜地に変えて、ね、で、岩沢を買いまたぎっていうところでね、あの、非常にね、矢野監督ももう、 短期決戦用のね、リレーでもうタイマタギなんもうちょっとずつね、もう小刻みに行って勝ちに行くよっていうね、えー、ところでは非常にね、再配も思い切ってね、良、えー、かったんじゃないよとかと思うし、まあそのね、虎のこの2点をね、しっかり守り切ったっていうね。でももうちょっとね、 まあ、あの、中野と近本かあれだけ打ってるんですからね、もうちょなっとリナップパンパンともう一発打てればね、もうちょっと楽な展開に、えー、なったかなっていうね。まあ、DNA としてはね、思い切った気策に出たけども、まあ、そこがうまくはまらなかったっていうね。えー、ところで、明日のね、先発は、大抜きと伊藤正史っていうところになりますけどね。まあ、それが、ま、どうなるのかって。まあ、大抜きもね、大半身。まあ、一回しか先発してないけどね、まあ、抑えてるっていうところと、まあ、伊藤はね、対 DNA、防御率1.5発とね、 ここまで完璧に抑えてるんでね。どうなるのか。まあ、DNA としてはね、もうシーズン通りってなれば、打てなきゃもう負けだね。そこはもう仕方ないね。まあ、連打としてね、繋げていけるかどうかっていうところがね、非常に大きな問題になってくるし、半神はね、クリーンナップがね、まあ、前の3人が機能しただけにね、その後ろに続く4番以降の選手たちがもう歩パーンって出るかどうかでね、大量得点になるんで、まあ、流れとしてはタイガースはね、いい形。まあ、でも、もうちょっと楽な展開にもね、1本で出てればなったからと。 DNA は連打。まあ明日ね、どうなるのか、やっぱ打ち崩していかなきゃいけないんでね。まあ明日は宮崎外とね、ピッチャー伊藤なんでね、えー、連なってくると思いますけどね。やっぱり2位のチームはね、この3位との戦いの時は、やっぱね、ホーム、自分たちのホームを変えずにね、臨むこと。今年しかも良かっただけにね、対戦成績が大事なんじゃないのかなと思います。さあ第2戦ね、このまま終わるのか、一周いっぱいになるのか、楽しいですね。皆さんもね、楽しんでクライマックスシーズンね、応援していきましょう。それじゃ